だから逆に教えてほしいです。どうしたら64歳で結構こんなに飛ばせるのか。でね、じゃあ前ずいぶん前あそこまで行ったのになんで飛ばなくなったの。それはありますね。それはあるんですよ。だから同じコースで明らかに前から打ってるありますね、自分がいますからね、はい、だからなんであんなとこまで飛んでたんだろう。そうそうそう、逆にそっちですよね。ありますよね。ありますある。あとはだからなんですかね、こうやっぱり自分のスピードとか、うん、自分のやってることとやろうとしてることと現実のギャップが勝手に生まれてるのが、うん、やっぱカレーなのかなと思う、藤井誠プロです。小林監督もう藤井プロは付き合いが長すぎて長いですよね。本当ありがとうございます。いやだけど今新企画のあのグラビアアイドルのあの人はコーチをやっていただいてます。でも、はい、なんていうんですか、飲み込みが早いね。いやだけど、すごいなんていうんですか、良かった、あの撮影、一言二言言ったことの、はい、うん、返ってくるのが、うん、おーってなんかスッとくるんですよね。なんだろう、すごい僕ね見てて新鮮でした。うん、やっぱりこの左手の筒の作り方っていうか、うん、まず最初バランスから入って、はい、で次にこのやっぱりこう握り方っていうか、うん、もう要するにもう握り込まないやり方を最初に教える。でもうその時にはすでに上体の力を抜くということも教えていて、で球打つまで結構そう時間かけたじゃないですか。うん、ああいうのいいなと思って。でもね、はい、そこで結構みんな嫌になっちゃうんだよね。あ本当はそうしたいんだけど、確かに、まあ、確かにね。あとね、さっきやる人がね、はい、勘がいいって言ったらね、うん、骨とかね、うん、なんとかって言葉言うじゃないですか。はいはいはい、それちゃんと分かってる。あなるほど、はい、で骨って言ったって、って思ったらおしまいだからね。結構だけど彼女は なんかやっぱ運動をちゃんとしてる感じしますね。いやー話それはよく分かんないけど、だけどなんかやっぱ結構体作ってきてるじゃん。腹筋はすごい、腹筋すごいし、あなんか、でもう一つびっくりしたのね、はい、結局一回こうグリップがいいですよね。写真撮ってほらタイガーと似てます、誰かと似てます、稲見と似てますよね、はい、ってやったところで、うん、納得しても自分じゃね作れない、うん、作れてましたよ。そうですね。だからなんかぜひやっぱり初心者じゃなくても、うん、ゴルフなんかちょっとこうなんか伸び悩んでるなっていう人も、うん、だからああいうそのふきさんのチャンネル見てもらって、ちょっともう一回あのゴルフの基本っていうか、なんか見直していただけるといいかなと思って。だからね、はい、思うけど、うん、実際ねやりたい人いっぱいいると思うよ。うん、だからあれ一回体験したことあのこれね、うん、乗るやつとかね、とかね、はい、とかだからグリップもそうだけど、みんなね思ってるわけよ。結局そういう基本をすっ飛ばして、うん、はい、やっぱり基本やったけど、まあそれはありますね。それはあると思う。60とかさ、はい、70でさ、はい、やっぱ基本やっときゃよかったなって、うん、そうだから僕はだからやっぱりまあいろいろゴルフコーチ等々の YouTube チャンネルもやりつつ、うん、ただ最近思ってるのはなんだろう、やっぱ鍛えてくれるというか、なんか本当に現場で、まあ、現場っていうかそのゴルフ場ね、ゴルフ場でパフォーマンス上げてくれる先生はが皆さんやっぱいると結構心強い。そうですよね、はい、まあ、やっぱりそれはコーチですよね。だから僕もだからその何年か前にフロリダ連れてってもらって、 ありましたね、すごい大特訓。そう、だから僕あの時あんまりゴルフあんまりしてなくて、それまで、うん、ちょっと熱がね冷めて、そう熱が冷めてる時期 で、うん、で全然ラウンドもしてなくて、うん、でただプロアマも出ること決まってて、で何もう5日後6日後にやって、もう連続してゴルフ場に連れてってもらって毎日行ったよね。それで なんとかなりましたからね。それでね、というかなんとかなった。すごい朝打ってラウンド終わって夕方打って、だいぶ合宿しましたね。いやーよく体力持ったね。だけどね、だからあの時にだから藤井さんに教えてもらったことは、割とだからそのプロアマのね、うん、もう緊張するじゃないですか、あの場って。結構 PGA のやっぱりプロアマで、まあ、しかもコリン・モリカワ、まあ、コリン・モリカワさんと回って、まあ、観客も大勢見てる中で、まあ、だけどそんなにね、まあまあ、やったよね、まあまあ打てるっていうか、ちゃんと、ね、別にチョロとかしないで済んだのは、うん、やっぱり藤井さんのこう、あら、やっぱり藤井さんの中のメソッドは結構実践的だなと思って。あら、そんなことをいます、初めて聞きました。本当に。でそこでね、で今日はね、それ、まあ、それもあるんだけど、うん、まあ、藤井さんおいくつに見えますかっていう話で、ね、8アンダーです。8アンダー8アンダー8アンダーだ、うん、で藤井さんはだから8アンダー歳なんですよ。32、32、8アンダー、64です。そうで元気、まあ、元気ですね。元気っすよね、はい、まあ、おかげさまでっていうか、別に何もしちゃいないんですけど、はい、だから自分もだから50代半ばになってみて、うん、やっぱりこのカレーってね、確実に来るじゃない。来るよ来るのよ、これはね、本当にそうなんですよ。
で、うん、やっぱりこの世のゴルファーさんもやっぱり年齢とともに飛距離が落ちてきた、昔みたいなパフォーマンスができないっていうふうに結構悩んでる方がもう多いのが分かっていて、今日はその辺をね、最近思ったのはね、はい、じゃあ若い時と何が違うかっていうと、うん、当然若い人の方が細いよね、うん、ああそうですね、確かにそう、体幹と呼ばれるところ、はいはい、うん、どうしてもここは自然にこう少し太くなってくるんですか、うん、でやっぱりゴルフってなんていうんですかね、こう総合力で、はい、回転をうまくできた人の勝ちっていうような気がするんですよね。あ、なるほど、はいはいはい、つまりじゃあベンチプレス何キロ上げられるから、うん、お前さん300ヤード行くんかって、そうじゃないですか、そうじゃないですよね、そうじゃない、やっぱりその自分の体とこのシャフト、うん、例えば、うん、これ釣りにしましょう、釣りです、はいはい、釣り船に僕は乗りまして、はい、小林さんがカジキにしましょう、カジキ、はい、カジキね、はいはい、ちょっと持ってください、これパクッとして、パクッとした、あ、パクッときた、来た、はい、パクッとクラーって言った時に、うん、カジキを釣れるシャフトなのか、うん、カジキを釣れる体力なのか、またカジキを釣れる船なのか、うん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 、あ、なるほど、はい、はい、つまりなんかね、こんなボートで行った日には、うん、あ、そうかそうか、はい、じゃないですか、はいはいはい、そうですね、確かにですよね、はい、じゃあそれをしっかり整えた上で、うん、うわーさーガンガンガンってやったら釣れるわけです、ああはい、だからそれは全部のバランスですよ、うんうん、じゃあ今自分がどうなのみたいな、うんうんうん、そこでじゃあいつものカジキっていうものが距離だとして、これは350ヤードってなってたら、はい、どうなの、自分が研修生の時やってた X シャフトとかさ、うん、もうちょっとさ、この時点でさ、だから僕なんかにすると、うん、頭の中はとかイメージは若いままだけど、そうなのよ、体が動かないから、おっしゃる通りだ、正直同じようには、うん、だからそれをね、じゃあブリにするのか鮭にするのかね、イワナにするのかってやった時に、うん、まあ釣れるじゃないですか、そうですね、まあ、シャフトはもちろん変えて、はいはい、船も変えるんだか何だか知らないけど、うん、だからその中でバランスを取りながら一番いいパフォーマンスができるものは探したいよ、うんうんうん、だから逆に教えてほしいです、はい、どうしたら64歳で結構こんなに飛ばせるのでね、はい、やっぱりね、昔からね、はい、小林さんも知ってる通り、はい、こう、はい、だってさ、力蓄えるのってさ、うん、アドレスをこう取って骨盤を前傾して、はい、あとはあばら骨を右の膝を押さえてどんだけ回せるか、そういう感じなのかじゃない、はいはい、回した後にどうやって戻すかが飛ばせるか飛ばせないかの大きな分かれ目、はいはいはい、そ、まあそうですよね、ちょっと前にね、野沢龍二君ってすごいゴルファーがね、はいはいはい、で、まあ、見ててね、例えばね、うん、こうやってこういうちょっと変な、うん、変な踊りですよね、こういうやってましたね、こんな感じの似合ってたものがあるわけです、はい、これはね、うん、実はまあ、倉本正弘さんとか若い頃にちょっと同じようなことやってたしね、はい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 、やっぱりそれ受け継がれていくわけじゃないですか、うん、やっぱり道具の進化はあれど使い方の大元は変わってないですよ、うん、はいはい、ここが問題で、うん、ゆっくり何も打たないでこれは戻るんだけど、うん、こうやって戻した時に、はい、柔らかさがなくなるんですよ、ね、うん、あ、柔らかさがなくなっちゃう、これはさっきのスーッとまっすぐになって、はい、うんうん、すごい柔らかい、まあ、古木圭さんもそうだけど、はいはいはい、あの腹筋ね、うん、あの柔らかさで、はい、と戻る、うんうんうん、まあ、それがやっぱり加齢とともにどん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 その何ていうんですか、太くなりながら戻り方が違うと思う、うん、はいはい、なので、まあ、この辺にしといて、うんうん、最近私がやってるのは、うん、はい、やってるのは、はい、ここを一生懸命やろうとしても限界があるんです、はい、限界が、うん、だからこれ変な話ですよ、うん、顔の向きを3センチこうしたんですよ、おー、こうしたってことですか、3センチ、はい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 、いやごめんなさい、クリックの策でこれは実際やっております、はい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 、要するにね、この昔のままの雰囲気でやって、はい、戻んないから、戻んないとどうなるかって言ったら、もう当てるしかないからこういう感じなんですよ、うんうんうん、かっこ悪いんですよ、はいはい、でもこれを3センチ右に向ければ深く入るんです、なる、はいはい、深く入ったものにこうすればなんとなくそれなりに、まあそうですね、確かに確かに、だからそれは僕らの年齢では低くかもしれない、うん、3センチ、3センチ、はい、
と見てよ。いやこれ見ちゃおう。微妙ですよ。微妙。三センチ。はい。三センチです。だからこうやって。はい、なんでこうだったでしょ。はい。それを。ああでもあ結構三センチ以上いってませんか。いやだいぶいってない。ごめんごめん。これねこの感覚もちょっと、はいはい、まあ、ちょっとやってみましょうね。はい、だとにかく。あ顔ね顔の向き、ね、相当もうあれ見えないぐらい。そっかまたそうだよな。そう、はい、見えないぐらいの行って。なるほどなるほど。まあこれはだから、はいはい、当てるかどうか当たるかどうかっていうのはもちろん当然訓練は必要ですよ。当然そうですよ。ただ了解了解。体の動かし方は、はい、変なザーブ球だけど、いやまあ260キロだもん。今ので260キロだもんな。 OK いいじゃないですか。ちょっと引っかかりますよ。すいません。まあシャフトでしょうね。あだからそれでも274ヤード。270ってすごいっすよ。あもう夢だ。キャリー255だからやっぱまあやっぱね60歳過ぎてキャリー255出れば十分だと思う。マジですか。十分じゃないですか。まだでもね出ないですよ普通。そうですか。普通出ない。ここに持ってこれたら、ね、で深くなる。持ってこれたらあばら骨が、はい、あの年齢いって、うん、飛距離が落ちたっていう方に、まあ、アドバイスをちょっとまとめていただきたいんですが、どうやったら、要するに、はい、じゃあ若い頃飛んでいて、うん、50代55、60代65になって、うん、飛ばなくなってきた人たち、はいはいはい。まあ、あの若い頃ちゃんとスイングつけてたとしたら、うんうん、はい、それは腕力に頼らずこうちゃんと回転してたと思うんです。ああなるほど、はい、でその回転ができているつもりが、うん、つもりはだそうですね。だそれがやっぱりその例えばですねこう腹筋でも、はい、おへその上とおへその下が、うん、こうねじれた時にスクワッとこう柔らかさでグッと取れるかと。自分が思ってるよりは意外と動画で見ると淡白で、なるほどなるほど、なんか両方が全部が一緒になってるとか、はいはい、やっぱりその時間差って大事じゃないですか、うん、そうですね。この最初に動くところ次に2、3、4、5、6と、はい、バババッとこう、うん、順番通りに動いて最後にこいつが働くっていうことが、うん、はい、スピード感もあるし、うん、その順番も守れればいいんだけど、なるほど、はい、やっぱりそのなんだろ う, こう経験があるから、はい、当てなきゃって当てられるじゃないですか。うん、まあそうですね、当たんないんじゃないかなってないじゃないですか、はい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 、でもそんな中でやっぱり当てなきゃいけない、飛ばさなきゃいけない、うん、方向を出さなきゃいけないとなるとどうもこの辺のアクティブが薄れてくると思うんですよ。なるほど。それがこう距離がなくなっていって、はいはい、じゃあインドアに来てもう一回頑張ろうよって言った時、うん、例えば顔をちょっと右に向けることによって回りました、うん、戻りました、ちょっと飛ぶじゃんと、うん、ちょっと可能性をもう一回、はい、あまだできるんじゃないかと、うんうん、でもやっぱりこれは、クラブをしっかり探しながら、またさらに相性とかね、それもクラブありますね。やっぱり最初にやりだした時の、はい、自分はこれがいいってあるじゃないですか、うん、ある。なんか R とか絶対ダメだよねとかね。あ、はいはい、でももしかすると、まあ、さっきの釣りの話じゃないけど、うんうん、もうあなた R ですよって話かもしれないですよね。まあ、シャフトのフレックスはまあ多少やっぱり落としていくことも大事だと思うんですね、はい、だからフレックスを落とすイコール飛ばない、うん、初心者はないということじゃないですね。そうですね。でもなんか例えば今こう小林さんとこう話をしながら非常に気持ちが楽なんですよ、はい、つまりそんなに年が、ね、離れてはいないわけだから、はいはい、でやっぱりどうしてもあと男、うん、まあ、人間みんなそうかもしれないけど対抗意識ってすごいじゃないですか。ほうほうほう。ないですか。だって一緒に回る人があ、まあ多少やっぱあるかな。あるでしょう。それは絶対あると思うよ。ない、そうですね。なんか思ってないとか思いながらもちょっとあるかもしれないね。いやいや、あると思う、はいはい、絶対どんな人でもそれはあると思うんですよ、うん、まあまあさすがに相手が女性だったらそれはないかもしれないけど、うん、でもやっぱりじゃあ前ずいぶん前あそこまで行ったのになんで飛ばなくなったの。それはありますよね。それはあるんですよ。だから同じコースで明らかに前から打ってるありますよ、ね、自分がいますからね、はい、だからなんであんなとこまで飛んでたんだろう。そうそうそう、逆にそっちですよね。ありますよね。ありますよ。あとはだから何ですかね、こうやっぱり自分のスピードとか、うん、自分のやってることとやろうとしていることと現実のギャップが
勝手に生まれてるのがやっぱカレーなのかなと思うんです。だからなんか藤田の話聞いたらやっぱ回転をね僕たちやっぱ忘れます、はい、回転をやっぱちゃんとしなきゃいけないなと思う、はい、だから体の回転右の骨盤からぐーっとこう入れて、はい、しっかり入れてで右の膝を押さえてとかね、はいうんうんまあ、基本中の基本がどれだけ深くできてるのかできてないのかっていうのは、まあだけどやっぱりこれ255とか260キャリーね、まあ、出せたらいいですよね。だからまあそれからまあちょっとまあこの深い捻転作って、はいはい、深いトップ作って、まあ、あの顔を受けたままそうですよ。だから、ベルトっすよね。よく考えてみるとね、あばら骨とね背骨のね、はい、間ってもう内臓じゃないですか、はいはい、だから、うん、やっぱりその内臓を含めた、はいやっぱり筋肉とかね、うん、そういった部分をしっかりともっと考えながら、はいまあ、バランスボールをやる、うん、バランスボードをやるとかね、はい、そんなところでこう作っていって、うん、もう一回頑張ると。そうですね。であとはクラブ、クラブですね。なので、はい、ちょっとだから僕ここねちょっと撮影に使わせていただいて結構本当に魅力的なクラブがあるんですよ。だから視聴者の皆さんっていうかね、あのなんか今度ここでちょっとイベントとかでやって皆さんに、まあ、僕も含めてね、はい、あのシャフト変えたりとかあの新しいヘッドを打ってみたいんで、そうですね、なんかそういう場を、はい、あの作れればなと。まあ今あのカチャカチャでね、はい、あの角度を変えたりとかってもちろんできるんだけど、はい、やっぱシャフトを変えるってなかなかできないですもんね。そうそうそう、ね、できないできない。ヘッドを変えそうだから本当シャフトを変えてやってみたいですね。なので、はい、ちょっといいですか、そういう場所ぜひもちろん作らせていただいて、ぜひぜひ、はい、ぜひなので、はい、またぜひ、はいまあ、ちょっと今年は終わっちゃいますけどこれ、うん、あの年内に撮影してますけど、はい、来年はそういう機会を2023年ね、まあ、そういうことで皆さんこのザ・プレミアムバックステージでやっていきたいと思います、はいはい、なのでその説はよろしくお願いします、はい、その時は僕ももっと飛ばしてるようになります、はい、ということでそういう根性あどうもありがとうございましたいやだからあのやっぱりね喋り足りないことがあるあのいや喋り足りなくないんですけどもとにかくねやっぱりもう認めたくないですよね。もうねこう止まらなくなったもうダメだ、ね、そうまあ頑張りましょうってことですね。そうそうそう頑張りましょう諦めずに、うん、やっぱりちょっと可能性をねまたいい球でしょ。で僕もじゃあ頑張りますさん、はい、元気を、はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。